それでは皆さん、こんにちは。大勢の方々にお集まりいただいて本当に、心から、お礼申し上げたいと思います。本日の、私の、話の、題名は、ここに、書いてありますように、日本と、ハンガリー、また日本と EU の間に何か、この、2011年の1月から、6月の末まで、たったハンガリー、EU 議長国としての間に何が、変わったか、何が新しい出来物があったかということについて、簡単にお話ししたいんですが、その前に、皆さん日本の方、また今、皆さん、見ますと、各国の方々が、にお集まりいただきましたので、ちょっと簡単に、ハンガリーの一般的な事情、ハンガリーどんな国かということを、短く紹介します。その次には、今皆さん、毎日新聞を開くときにトップニュースはやっぱりヨーロッパの、財政危機、ギリシャ問題、EU、ユーロ問題などですので、ちょっと、大変簡単にハンガリーの経済の事情について、紹介したいと思います。そして、私の、話の3つ目の、ところは、この、EU 議長国としてのハンガリーの役割と、特にこの、リスボン条約が、ポストリスボン条約の状況の中でこの議長国としてのハンガリーどんな役割を果たせたかということについて簡単にお話ししたいと思います。で、この題名、なぜこういう題名にしたかというと、まず何よりもこの一つの前提に、置かなければならないのは、この EU と日本の、間にこの価値観を共にする、ですから日本という国と、EU の諸国、その中でももちろんハンガリーもそうなんですけれども、この同じ価値観を持つ、これ、いろんな、細かい話もできますけれども、この、民主主義、法治国家、などなどいろいろ、平和主義などなどいろいろ、言えますけれども、その価値は、同じということは、共にするということは一つの前提です。で、もう一つの前提に置かなければならないのは、EU 諸国と日本、その中でハンガリーと日本の、戦略的な利害関係は一致する。ですから我々 EU 諸国と、日本という国は長い目で見ても、直接将来見ても、基本的な、戦略的な目的、その利害、利益は同じだということは、まず何よりも、言うまでもないという、ことですが、それを前提に置かなければならない。それでは、じゃあそしたら、これ押してもダメですから、これでいきます。はい、そうすると、簡単に、ハンガリーについて、紹介したいと思います。ハンガリーは、写真で見ますと、大変、中央ヨーロッパの、一つの、国で、この、位置見ますと地理的にヨーロッパの中央に位置しますけれども、しかし、歴史的に見ますと、ハンガリーとその我々中央ヨーロッパという地域は、この体制変換までは東ヨーロッパと言われてたんですが、我々中央ヨーロッパの国々はこれを非常に強制的で、我々の歴史的な、認識に反する、表現だとしてはあんまり好まなかったので、この体制が、ソ連の影響力が弱まってきて、ハンガリー、またポーランド、当時のチェコスロバキア、東ドイツなど、ルーマニア、ブルガリアなどといった国々は自由化になってから、特にポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーは中央ヨーロッパという、地理的かつ政治的な表現で我々を認識したいということになりました。で、いくらヨーロッパ、地理的にヨーロッパの中央に位置するとしても、EU としては
やはり EU の、 あの東側に、あります。でここもちょっと短く見ますと、ハンガリーを囲む国々は、北からスロバキア、西の方からオーストリア、スロベニア、南は、クロアチア、ボスニア、まあ、クロアチア、セルビア、東は、ルーマニアとウクライナになりますが、その中で見ても、北、だからスロバキア、オーストリア、スロベニアはもうすでに、EU の加盟国で、ウクライナはそうじゃないんですが、ルーマニアはまた加盟国で、セルビアはそうじゃないんですが、クロアチアはもうじき EU の加盟国になりますということで、ハンガリーには、この EU の外の、ところに、東の、ところに位置します。まあまあ、面積は、この、9万3000平米、平方キロメートルというのは EU の中であの中のサイズですね。あのハンガリーとほぼ同じサイズを持つ国は、例えば、まあ、ギリシャ、チェコ共和国、ポルトガル、ベルギーなどといった国々と同じサイズで、あの人口もほぼ、似てます。ですからそういったあの EU の中で、あの大きい国でも小さい国でもなくて、この大体どちらかといえばの中ぐらいの国ですが、これもあの EU の中で影響力、またあの経済力としては一つ の、 あの指標 で、 は、でもあります。まあ、首都は、ご存知の通り、ブダペストですが、これはあの話するよりもぜひ一遍、行ってみてください。あのその、価値があると思います。大変きれいな、歴史的な街です。で、あ、まあ、ハンガリーの歴史にも詳しくは申し上げませんが、ハンガリーの歴史としては、この中央ヨーロッパの国々に大変共通点があるのは、南からも東からも 西からもしょっちゅう、いろんな、形で、侵略や攻撃を受けた国ですので、あの我々としてはこの独立、そしてもこの自由のために戦うという、考え方は非常に深く、根を下ろしている知識が、あの、まあ、ポーランドもハンガリーもチェコの人も同じような認識を強く持っているという歴史的な背景がありますので、だからこそ、1989年、90年、ソ連がこの地域を出た時に、ハンガリーの、人々にとってこれは歴史的な大きい、出来事でした。まあ、あと、まあ、地理的にも、きれいな場所がたくさんあって、この日本人に特に、馴染みがある、現象ですが、あのハンガリーに温泉が非常に多いです。この温泉もいろんな形がありまして、湖があって、洞窟があって、また中世のトルコ風の、温泉もありまして、またハブスブルク帝国時代の大変お城みたいなあの立派な温泉などなど、いろんな、温泉がありますので、ぜひあのハンガリーにいらっしゃるときにこれを、温泉に入ってみてください。まあ、世界遺産、としても、たくさん、見どころが、あります。ワインも非常に美味しい。これも一遍試してみてください。またあのハンガリーではあの発明家が非常にあの多くて、いろんなあの、本日でもよく使われている便利なものが、ハンガリー人に、発明されたということも我々にとって大変、誇りに、思います。これはあのブダペストの夜景です。で、大体、以上、大変簡単にハンガリー の、 あのプロモーションの部分は終わりましたので、これからもっとあの、真面目な話になりますが、で真面目といってもそれほどあの、いい話ばかりではないんですけれども、しかし、この、経済の現状、そしてこの経済の将来、これからの将来について簡単に、話したいと、思います。さて、ハンガリーの、経済というのは、
そんなにヨーロッパの平均この成長率から見ますとヨーロッパの平均から少しは低めといっても大体 EU 諸国の平均成長率と似てるそれに一致する。例えば2010年に書いてありますように 1.2% の成長率がありましたが、と同時にインフレ率も4.2% が、あって、でこの状況の中で、ハンガリーの経済の特徴は大きさはこの、中型の大きさ で、構造的にも、政治的にもそして制度的にも非常にオープンな、経済です。というのはハンガリーを囲む世界の影響がハンガリーを囲む世界の、に変化があればすぐにハンガリーにもその影響が非常に強い。でこれ今 現在もその状況がありますが、これについて後ほど、簡単に、申し上げたいと思います。でこういう、ハンガリーのこの経済は非常にオープンであることは、もちろんこの、先ほども言いましたように制度的にもそうなってますが、例えば、1995年 OECD に加盟して1996年に WTO に加盟しましたが、2004年に今度は、EU に加盟したということで、このハンガリーの市場またハンガリーの、金融などの面で非常に外に、開いているというような、状況です。でその中で、非常にハンガリーが依存するのはその、輸出。ハンガリーの輸出が、うまくいけばこの成長率も保障されている。でもう一つは特にこの資本の、少ない中央ヨーロッパの国々としては大変大事なのはこの、投資、外国からの投資。この2つが保障されれば国の経済安定も保障されるというふうに言えますが、その中でもちろん一番大きいパートナー、この輸出においても外国からの投資、直接投資から言っても一番大きなパートナーは当然ドイツだと思います。さて、ハンガリーの経済の成長について、簡単に申し上げますと、まずは2008年の危機、について、言いますと、この打撃は非常に深刻でした。ハンガリーの場合にはこの図を見ても、分かるように、2009年この、2008年危機の、打撃の、影響ではこの、国民総生産は6.7% を減少しました。これ非常に大きな、打撃があったんですが、でその時に、ハンガリーはこの IMF、国際金融基金そしてこの EU から、援助されなければ倒産したというようなギリギリのところまで、国の財政危機が深刻でした。しかしその後に図でも見えますように、2009年の後半になりますとこの非常に早い早急な、回復が、行われまして、でこの回復の背景に何があったかというとこの、外需、外国の外からの、需要が、あって、でハンガリーの企業がまた輸出が非常に早急にこの輸出量が増えて、経済の回復